人の同志、絶対に許さないぞ。フェアリーさん、悲しむのは後でち。今はまだ神さんのところへ急ぐでち。はい、大爆発ね。残念だったな。マナの木は枯れ、マナの女神はたった今死んだよ。マナの木が失われ、どんどん弱っていっているようじゃな。フェアリーはマナの木を守るため生まれた生き物。もはや存在する意味がなくなったからな。じゃが安心するがいい。わしがお前をアンデッドにして生き返らせ、わしを守るという役目を与えてやる。そんなことさせない。あ、フェアリー。おやおや、私も嫌われたものだ。私のしもべとなるよりは自ら死を選んだ。神のしもべとなれるチャンスを捨てるとは。まあいい、しもべなどいなくとも、わしは今や全能の力を手に入れた。もうこの日が来るのをどれだけ待ち望んだことか。この仮面の下には人間に対する憎悪だけが隠されている。わしは時が来るまで自分を抑えるためにこの仮面をつけた。だがついにその時は来た。すべての憎悪を解放し、わしを追放した人間どもに死の裁きを下してやるのだ。見るがよい、この仮面の下に隠された本当の姿を。
け負って、マナの剣以外では神を超える力を持ったこの私を倒せるはずがなかろう。そのマナの剣もすでに失われておる。諦めて死ねえ。マナの剣は失われてない。あなたには見えないの。聖剣の勇者たちがいる限り、その心の中にある希望という名のマナの剣は決して失われることはない。許せん。希望などわしが何度でも潰してくれるわ。神の怒りを思い知るがよい。これが最後の戦い。みんな行こう。ホーリーホール。みんな離れて。最後まで希望を失わないでくれてありがとう。でも残念だけど、マナの木が枯れてしまい、世界からマナは消えてしまいました。私はマナと共に消える運命。短い間だったけど、今まで本当にありがとう。みんなのことは忘れないよ。そんな、行かないでくれ。違うの、心配しないで。みんなが未来を信じて戦ってくれたから、私は生まれ変わることができるの。新たなマナの女神に。フェアリーはマナの木の種。本当に信じ合える人、理解し合える人と出会った時、新たなマナの木、マナの女神として生まれ変われるのです。失われたマナを再び取り戻すため、私はここでマナを生み出す
新たなマナの木となって眠りにつきます。マナが元に戻るには1000年以上かかるかもしれません。1000年後の人々、あなたたちの子孫はその時まだマナの木のことを覚えてくれていたら、私は覚醒し、きっと力になれるでしょう。でも、もし未来が私を必要としなければ、いつまでもここで、世界を見守っていることにします。さあ、お別れです。聖剣の勇者たちよ。さようなら。あなたたちの心の中のマナの剣がいつまでも光り輝き続けますように。シャルロット、無事だったか。よかった。お前にもしものことがあったら、わしはお前の両親リロイとシエラに申し訳が立たん。それよりおじいちゃん、病気は？ヒースがわしの呪いによる病を治してくれたのじゃ。あるよ、突然ヒースの幻影が現れ、禁じられた闇の呪法を使い、自らの命を犠牲にしてわしを救い、消えてしまったのじゃ。こんな老いぼれのために命を捨てるなと止めたのじゃが、ヒースは闇に落ちた自分自身が悪に染まってしまう前に、自ら命を絶つためあえて闇の禁じを使いおったのじゃ。マナの女神様に助けられたんだ。闇に落ち、自ら命を絶って暗い空間を漂っていたら、柔らかな光が私を包み、女神様の声が聞こえたんだ。そして女神様がフェアリーだった時の命をこの私に授けてくださったのだよ。私は女神様によって身も心も救われたんだ。シャルロット。大丈夫だよ。もうどこにも行かないから。さあ、涙を拭いて。女神様に笑われちゃうぞ。
ジェラ、どこへ行っていたの？ダメですよ、またホセの授業を抜け出してこんないたずらばかりしてちゃ。あなたは私の後を継いでアルテナ国の女王にならなければいけないんですから。あなたはなかなか魔法が覚えられなくて辛いからこういうことするのでしょうけど、焦っちゃダメよ。私いつもマナの女神様にお祈りをしてるのよ。あなたが早く魔法を覚えられますようにって。お母様、お母様。あらあら、どうしたのアンジェラ、おかしな子ね。隣の方々はお友達？そんな恐ろしいことがあったのですか。私ともあろう者が何も覚えていないなんて。これでは女王失格ね。たとえ操られていたとはいえ、実の娘を殺そうとするなんて、なんて恐ろしいことなのでしょう。アンジェラ、私を許しておくれ。うん、お母様、もういいの。お母様は断りの女王、みんなお母様を慕っています。もちろん私も。これからもアルテナの女王でいてください。ありがとうアンジェラ。戻ってきたか、ケビンよ。では、お前の望み通り、わしが相手になってやろう。いつでもかかってこい、ケビン。やめておくよ。それより、オイラ、獣人王からもっと学ばなければ。ルガーのためにも。ちょっと見ない間にだいぶたくましくなったようだな。いい仲間を持ったなケビン。お前たちは獣人と人間との架け橋となって、マナが失われたこれからの世界を導いていくのだ。これからもずっと友達。そしてほら、仲間のみんなもカールと友達だ。これからもっともっと友達増えるぞ。よかったな。
ああ、ここは、どこだ？どこなのだ？おお、そうか、この世界は。